皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ナオトです。11月18日、ひなこいリリースされました、おめでとうございますっていうことで、自分もね、ひなこい始めたんですけど、やっぱねこのひなこいも最初にね、推しメンの星4をゲットしておきたいっていうのがありまして、まあ最初自分はね、推し1が上村ひなのちゃんで、次が松田好花ちゃんで、最近気になるのが、東村芽衣ちゃんなんで、まあ、できればねひなのちゃんとこのちゃんのダブル星4抜きっていうのをやりたいんですけど、それだと結構時間かかっちゃうんで、とりあえず、上村ひなのちゃんの、星4をゲットするまでリセマラっていうのをやりたいと思います。でとりあえず今の段階でこのチュートリアル、こちらね星31枠確定ってあるんですけど、これはねぶっちゃけそこまで必要ないと思うんで、これは星3が誰であろうとまあいいかなって思ってます。でこれはね誰が出ようととりあえず、何回もリセマラする必要はないかなと思ってます。これはスキップしちゃいますか。はい、これはスキップします。星さんは佐々木キャプテンだったんだね。でこれ確定します。で本題は次ですよね。お疲れ様。でここで、3000ゲットできるのかな。来れる？でここでプレゼントで、これですね、日向石、日向石、これを3000ゲットできます。なんでこれで、本題のガチャをいきます。これが一番大事、ここからが大事。ちょっと長いね。あ、来た。これがあれですね、優勝ガチャになります。これがね優勝ガチャのスタートダッシュガチャ、これもねまあ課金すればもっと確率は高くなるんですけど、まあ最初はね課金せずに遊びたいと思ってるんで、とりあえずねこれですか。あ、これはアイテムガチャなんですね。でこれですね、これが本題。ここでひなの、あ、ちょっと提供割合見ますか。あれ、提供割合をどこで見るのかな。これか、星4が 5% かける18枚で、星3が、25で、星2が70って感じですね。でまあ全員 0.278 になってますね。だからまあ推しメン1人を狙うと結構厳しいかもしれないです。でも自分はひなのちゃん狙って、リセマラやりたいと思ってるんで、さっさと行きます。さあ10連、これでひなのちゃん一発目から来ちゃいなよ。そしたら最高、星4のひなのちゃん、さあどうだ。あ、これは最初から星4、何個出んだろう。星3 4、あー3だ。ニーブーちゃん、デミホ、さあ、あ、ひなの、ひなの、ここで4 4、ひなの、あー、おたけだ。3、ややこしいね。変わった、ひな、さあ、ひよたん、さあひよたん、星4出ないもあるからね、もちろん確定ではないんで、さあ、あ、来るか、ひなの、ひなのの星4、そしたら最初から終わっちゃう。いや3か、
星読んでるとは限んないからね。ミーパン。さあ、これは、これは、そろそろ、そろそろ。違う、川田ひなさん。いや、出なかったか、一発目。一発目の10連は出なかった。ニセマラ、20連目いきます。ここで、ひなのちゃんを当てたい。さあ、どうだ。さあ来い、ひなのちゃん、星4。それが出るまでやめれませんよ。やめれません。星4のひなの、なの。このちゃんも来ちゃっていいよ、星4。そしたら最高。ひなのちゃんの星4と、このちゃんの星4がダブルで来たら、もう最強に最高だね。惜しい。ひなのの3だよ。惜しいな、今の演出もちょっと4に近い演出だったから。いやー、ひなの来てほしいな、20連目で。星4。星4だよ、星4。星4出ない確率も全然あるから。あ、これは、これは、佐藤。あー、マナモの星3だ。さあ、次こそ、次こそ、ひなの、ひなのの星4。違う、マナフィーの星さん。佐藤。あー、メイメイ。さあ、あー違う、おたけ2だね。さあさあ、あー、おたけの2だね。さあ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 、そろそろ、あー、おたけのさ、星4まだ来てないんだよ。リセマラ30連目、ひなのちゃん狙いいきます。さあ、ひなのちゃんの星4出るまでリセマラ。さあ、星4、ひなのちゃん、リセマラ出るかな。マナフィーの2、オッシの2。さあ、ひなのちゃんの星4来れば終わる。違う、ひよたん星さん。さあ、あー、ミーパン。さあ、星4、ひなのちゃん、そろそろ来てくんないかな。お、今日は風が気持ちいいですね。うん、お寿司もかわいいよね。うん、でもね、これじゃないんだよ。ひなのちゃんなんだよ。マナも、おたけ、かとし。さあ、ひなのちゃんの星4くれば終わるよ。違う、佐々木キャプテン、星さん。さあ、来るかな、ひなのちゃん。今日は風が気持ちいいね。佐々木キャプテンの星4。2枚抜き、これはいいんだけどね、2枚抜きは。でもね、推しのひなのちゃんを取らないとやめれません。リセマラ40連目いきたいと思います。まあ、狙いはね、まあ、ひなのちゃんの星4、ひなのちゃんの星4を狙ってリセマラいきます。40連目、んー、ここで出したいね。もし、まあ、一緒にね、このちゃんの星4も来てくれば最高。さあ、ひなのちゃんの星4。違う、佐々木さん。さあさあ来い、ひなのちゃんの星4。違う、メイメイの星さん。さあ、うん、推しの星2。にぶちゃん、にぶちゃん。佐々木キャプテン、にぶちゃん。マナフィー、星2ばっかだな、ナチョ。さあ、ひなのちゃんの星4来たでしょ、これ。監督、変わった、ひな、風が気持ちいいですね。星4。
さあ来るか、2枚抜き、めいめい星さん、なあ来ないな、40連目来なかったか、ひなのちゃん、リセマラ50連目いきます。さすがにそろそろひなのちゃんの星4欲しいです。さあ行きます。さあ来い、ひなのちゃんの星4、そうすればリセマラは終わる。さあどうだ、さあどうだ、マナもひなの2じゃない、ひなのの2じゃない、このひなのちゃんの4、さあどうだ、さあ来てください。あー違う、星さんのおたけ、さあ来て、ひなのの、あー違う、ミーパン星さん、さあ星4ひなの、違う、ナチョの星さん、さあ来い、さあ来い、違う、推しの星さん、さあ来い、星さんはいっぱい来てっけど、違う、マナモの星さん、違う、ひなのの2じゃない、きょんこの2じゃない、さあ来い、さあ来い、違う、富田の鈴鹿の、星さんじゃない、なかなか来ないな。リセマラ60連目、上浦ひなのちゃんの星4を狙っていきます。さあ行きます、来てほしいね、そろそろ。さあおたけに、小魚に、ささくに、2ばっかだな、2ばっかだな、お、来たかな、ひなのだけどさ、いやー惜しいな、4なんだよね、4のひなの来れば終わりだよ。今日は風が気持ちいいですね。来た、来たよ、ひなのの星4、やった60連目で来た、もうこれは終わりだね、強いて言えば星4もう一個欲しい、それでこのちゃんが星4来たらもう超神、神引き、俺の中では、まあそれじゃなくても星4の誰か来てくれればそれも最高、もうとりあえずひなのちゃん来たんで、もうこれはリセマラここで終わりです。ただ星4もう一個ね来てくれればね最高なんだよね。いや2位ばっかだな、2位ばっかだな、お、ここで4、違う、星さん、川田ひな、まあいいでしょう、まあとりあえずひなのちゃんの、そうだよそうだよ、よく考えてよ、もう星4のひなのちゃん来たので忘れてたけど、ひなのちゃんの星3の後にひなのちゃんの星4来てんだよ、これ超神じゃない、神だよね、まあもちろんこれでこのちゃんの星4来てればもう最高だったんだけど、まあ十分でしょう、星3のひなのちゃんと星4のひなのちゃんをゲットできたんで、もうこれはリセマラ完了です、これは嬉しいね、これはもうこれで OK です。でそうですね、まあこれからね、まあひなこい このガチャの引いた、とりあえずこのメンバーでとりあえず
ちょっと進めていきたいと思います。で、まあ、またねガチャ引けるようになったらガチャ引いたり、もしくはまあそういうなんかストーリーやそういうのでちょっとこうやっといた方がいいとか、ちょっとアドバイスできるような感じのがちょっと分かりましたら、またね、動画出していきたいと思います。とりあえずねこのひなのちゃんを無事リセマラでゲットできたんで、またねガチャやる際は動画出していきたいんで、その際はねご視聴の方をお願いします。で今回もご視聴いただきありがとうございます。で自分のね動画の高評価、あと YouTube チャンネルの登録の方もお願いします。